山田さん、飲むか。ちょっと早いけど。飲むか。飲むか。あんたさ、忙しいんじゃない？電話していいかな。お願いします。もしもし。もしもし。お疲れ様です。調子いいじゃん。あのさん、来ますかね。何してんすか昼間からこんなねえ天気いいのにじゃあ逆に仕事しろちょっとなんか事務所で緊急事態が発生してるんでどうしたんすか。いやとにかく来てください。まあ待ってます。とりあえず電車で来てください。出たよ。また壊れるかな俺。ああ待ちましょう。待つか。ガンガンに冷やしといたんで。こんなこともあろうかと、はい、緊急事態宣言発令中ですよ。しかもなんとプレミアム熟成ですから、ね、熟成うーんあはん汚れちまったよ。喜んでる喜んでる。アンダさん大ジョッキでいいですか。いやいや普通ジョッキでいいよ。パイントでいいですか。いやパイントでいい。了解です。よいしょ。いやー晴れたらな。ちょっと飯そろそろ出前から届くはずなの。うん先ほど出前から注文してきました。うん、うん、飯時なんで。いやこれいやいいですね。昼から飲むの最高だよ。もうこれが仕事だからな。お仕事ですから。ドリンクは大ですからね。確かに忠実に再現してるよね。うん、はい、ユンダさんどうぞ。おはようございます。ではでは私から行かせてもらってもいいでしょうか。はい、お願いします。アラさん、はい、急に呼び出しちゃってごめんなさい。本当に楽しんでいきましょう。キャビン、おい仕事がしますぞ。仕事ですか。ねえ、うん、長いかったら電車が何も言わされずに電車に切られてさ何事かと思ったらガーってやってたね。正月見てたな。確かに正月だよねこれ。寿司包んであるやつやん。本当よ。オードブルお願いしました。それと一番手。あ、一番手なんだ。うん、十何年ぶりだ俺ね。多分よく昔飲んでたもんね。ねえねえ。寿司屋寿司屋仕様めちゃくちゃ買ってんだよなこれ。本当全然開かねえわ。ハムハムしちゃえば。それで外れたら結構怖いけどね。あ、いいじゃん。一番手オードブル。そういうことです。あ、こんなのあんだ。すげえすげえうまそうだね。いただきますか。いただきます。もううまそう。これビールだね。ねえビールよ。うんもうおかわりはいくらでもあるんでください。ありがとうございます。イエース。いただきます。す
炭火クラブなのか。俺か最近ずれてやつだよ。いやいやいや、やっと分かったわそれ今。誇張しすぎてるけど。うん、うん、わ、一番亭の味だ。うん、うん、もうね、一番亭って全国にあるのかな。この辺にいっぱいあるけどね、うん、信じられないな、今日こんな日になると思わなかったからね。仕事してたから電話かかってきたからね。また何またまたって何またまたって何。いやでももうオールキャンパーってからずっとぶっ続けだもんな今ほとんど。いや疲れたね。ね、2億5万次回くらい。確かにね。どうでしたオールキャンパーズ。まあ、オールキャンパーズ知らない人もいるから、オールキャンパーズジャパンっていうのを僕ら主催のイベントをさせてもらっててね、うんうん、でその中でサンライズとサンセットがあって、うん、今回サンセット、あ、サンレイズ、サンライズ、サンライズ、うん、今回はね、ドブロックさん来たり、うん、うん、めちゃくちゃ盛り上がったもんね。信じられないぐらい盛り上がった。会場が爆発だったもんね。ドブロックさんめちゃくちゃ良かったね、うん、ガッチーガッチーだったもん、うん、3日間ぐらいずっと歌ったそこしか分かんない。ちょめちょめかね、あんなに盛り上がることあるのかっていうぐらい、ね、ね、すごかったね。あとハイライトで言うとカラオケ大会のアンダーさんがいる、ね、あれ知らない人がいるからあれかもしれないけど、うん、あれカラオケ大会があるってのは知ってたけど、うん、俺エントリー勝手にされてて実はいきなり行ったらめちゃくちゃ盛り上がったX のね、ラスティネイルを全力で歌わされるっていう、うん、あれはでもお客さんに感謝だね。ね、めちゃくちゃ盛り上がった。すげえ盛り上がった。もうマイク向けたら歌ってくださいみんな。普通にすごい盛り上がったもん、ね、もう都市でしたよ、うん、なかなかできない体験だよね。うん、できない。あんな大人数の前で歌うって、ね、カラオケうまい。あ、カラオケじゃない。カラオケに引っ張られちゃって、ね、今回めちゃくちゃ飲んだ。飲んだね。ヤマト君ヘロヘロだったもんね。井上健一君は大丈夫だったよね。大体どっちかがダメな時はそうだよね。どっちかがしっかりしてて。確かに。オールキャンバーズの時はもうヤマト君、まあ、今ちょっと映像に出てるような感じでもう、ヤマト君を囲ん、ヤマト君が焚き火みたいになってみんなそれ囲んでなんか話をしてましたもん。裏でね。そうそうそう、すぐ復活したけど。そう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 、ね、でやばいやばいっつってね、ウームのマネージャーのもっこりのモニ、もっこりのリの森ってやつがいるんだけど、うん、そう、その森が連れてきてくれてやばいやばいなんて、それでもう、うん、うーなんてなってて、でそれで10秒ぐらいしたら行くぞなんでみたいな。そんなに食らってんのになんで戻りたがるみたいな。帰っていくっていう ね、楽しかったな、記憶ないけど。ね、あんま、俺は覚えてるかな。すげえの回されたけどね、コカレロ、コカボム、コカボム、コカボム。そう、なんかね、今回は割とケンイチ君に水が配給されてたのよ、意外と。あ、そうなんだ。そう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 、ただヤマト君はもうフラフラどっか行っちゃうから分かんなくて、うんうん、飲ますことはできなかったんだよね。でもそんだけ飲んだイベントだったけど、ね、一人もそんな急性アルチューとかも出ず。そうやね、気をつけないとね、うんうん、いや、本当に本当よ。でもまあ事故なくてよかったよね、うん、ね、運営の管理してくれてる人にも感謝だね、うん、ね、そう、事故がなかったってね、やっぱその人たちがやっぱりしっかりやってくれてるっていう。あんたそんな飲まなかったんですか。飲んだよ。飲みましたよ、また。いやいや、前に出た動画のせいですげえ飲まされてるから俺。いけるんでしょみたいな感じで、なんかケントさんいるじゃん、うんうん、ケントさんとケンナインさんね、そう、ケンナインさんと、うん、ちょっと飲み行こうよって言って、うんうん、コカレロブースに行ったら3秒歩いたら10杯飲まされるんだから、おいちょ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 ってなって、乾杯乾杯みたいな。ケントさんとダメだこれ。アンダーさん結構サイボーグだもんね、うん、この前2人で5時まで飲んだんでしょ、うん、反省会があって、オールキャンパーさんね、そう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 、うんうん、で山戸君がしれっとタクシー呼んで帰ったのよ、ね、何みたいな、なんで帰るのみたいな感じで、まあ、帰って2時ぐらい、あれ俺が帰ったのは12時ぐらい、これですよこれ、ごめん逃げてんのよ。そうそう、それでみんな帰って健一君と2人っきりになって、うん、何か知らないけど話が盛り上がって、うん、気づいたら5時だったね。そう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 、しかもなんか面白いゲームしたんでしょ。面白いゲームね。そう、ちょっと面白いゲームね。ああ、カタカナ足っていう
やつなんですけど、うんうんうん、もうその日に面白すぎて、うん、すぐ現地がアマゾンで買って、うんうん、届いております。届いてます。これで呼ばれたのか。そう、これがまた次のゲームなんだな。壮絶な戦いが始まるの。怖いな。怖いな。仕事つれ。これが働くってことですね。今回やるゲームはこちらです。カタカナ。これは手札に書かれたカタカナ語のお題をカタカナ語は一切使わずに説明する遊びです、うん、でこんな感じで山札があってそれを引いていくんですけど、うん、まあ、ルールはね本当はあの書かれているのは全然違うんですけど、うん、この前アポロ君に教えてもらったのは今見たら全然違うルールで、あの野郎まあそのルールにのっとっていきたいと思います、うんうん、でまずこの一番上から、まあ、順番を決めて時計回りとかで、じゃあ僕から引いたとしてこんな感じで6個のお題が書いてあって、この中から、まあ、これカタカナですよね、うん、あと英語とかあるんで、うん、それを使わずに表現をしていくと、うん、でこれをじゃあどうやって決めていくのかっていうと、次の山札の一番上にある数字の中からが決定するっていうんですかね、うん、で今回の場合はこれですね。じゃあ2人に出させていただきますけども、うんうん、まあ、例えばじゃあ今3番のお題をいただきました、うん、仕事で使う紙を印刷するプリンター、山本くん正解みたいな感じで日本語だけで説明をしていくと、でそれで山本くんがこの4番をゲットできるわけですね。でその本当は10点貯まったらしいんですけど、うん、なんとアポロ君ルールだと7点、まあ、要するに最高得点が6だから、うん、その6点もらっても次の1ポイント以上当てないと、うんうん、上がることができない、ね、で7点貯めると自分が指名した人に罰ゲームを与えられるっていうのがアポロ式のルール。アポロルール怖いですね、うん、で、まあ、そのルールにのっとってちょっとやっていきたいと思います。ちなみにカタカナ言っちゃったら指摘した人にあげるんだけど、今見たらね、うん、カタカナを言っちゃった人はそれを一番最初に指摘した人がそのポイントをもらえるんだけど、うん、そのルールじゃなくアポロルールでいくと言っちゃった人は何かの罰を受けなきゃいけない、うん、って方向で2人ともいいですか？AK 大丈夫です。ご褒美、ご褒美で OK です。よし、じゃあやっていきましょう。それではよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ今からもう普通の会話の時でも僕がってやったらカタカナなしにしましょう。もう会話も OK、うん、あぶねえ、あぶねえ、まだいいですか？まだ OK、 あぶねえ。じゃあいきますよ。はい、よー、始まりましたね。始まりました。じゃあ最初はうんうんうんじゃあ行かせていただきます。はい、行きます。お願いします。これは4番の4番ですね。数字ですね。当てるぞ。あ、昔みんなテレビではい、いや、まあよいよいその子に本日これを、はい、この罰遊びが入ってるんだもんな。うん、これ何ですか？ご褒美ですね。これはあの韓国焼酎です。韓国焼酎ですね。これをじゃあスモモ味、スモモ味、スモモ味、これをじゃあなみなみじゃあれなんで、そうだね、これで酔っ払っちゃうから、うん、うん、半分でね。じゃあ大志くん、大志くん、本名じゃん、大志くん、じゃあいただきます。よいしょー、あー美味しいですね。帰ってきましたね。4番ですね、うん、4番です。昔箱型映像機で、うん、皆さんが多分やっていたと思うんですけども、任天堂ってあるじゃないですか、うん、これ感じなんですよ、うんうん、実は、うん、任天堂の、うん、多分みんなよくやってたと思うんですけど、うん、その遊びの途中を記録すること、セーブ、そうです。ありがとうございます。3点、3点いかせていただきます。はい、
4番で、うん、次のお題は食べ物なんですけど、うん、野営するときに、うんうん、子供の時野営に行くじゃないですか、うん、みんなで、うんうん、で作るあの食べ物あるじゃないですか、うん、茶色いやつ、うんうんうん、その反対側にいるやつあるじゃないですか、ちょ白いやつ、あ、はいはいはい、そっち寄りのあれなんですけどごめんね、あ、うん、違うでしょ、あのもう一個の白い方の、うん、液体の方の液体、ああはい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 の、うん、牛が入ってる牛が入ってる、牛、お肉はビーフシチュー、それ系の名前が入ってる、え？そう、それじゃないんだよ、そのちょっと洒落た名前、ビーフストロガノフ、ああ違う、そのどっちかというとその牛さんは最後に来るんですよね、あ、なんちゃら分かったかもしれません、はい、ハッシュドビーフ、正解、やったー、ちょっと下手くそだったな、要件いきます、うん、はい、箱型映像機の周波数を変える、リモコン、はい、ごめん、違った、え、じゃあ、え、チャンネル、あ、なるほどね、吹奏楽部が使う楽器で、競馬でよくトランペット、そう、よく分かった、今のよく分かったな、ケイジ君目を合わせないでしたのにそれではいただきます、いただきます、乾杯、ああ。じゃ次、めちゃくちゃ仕事ができる人のことをプロフェッショナル、あ、別の言い方だね、あ、違うな、仕事っていうかその高学歴、高学歴、こんな感じ、すごい仕事ができる、働く人の名前があるじゃないですか、うん、その、うん、その前につく言葉、悟空が出てくるやつあるじゃん、はい、の最大の敵いるじゃん、このうんうんうん、のこれはこれは語彙力語彙力ないと独自の規則で罰があります、ね、そう、野菜人の、野菜人、野菜人じゃん、うん、あれはあのあれはね、うん、めちゃくちゃ仕事ができる人のからその同じなんだよね、多分優秀な人、育ちがいい、飲みます。どうぞ。そうそう誘拐ですね今のは。な、結局何だったんだ。いいですか見て。はい。エリート。ああ、エリート。樹脂製の硬いやつ。なんで。これは廃棄物、うん、燃える、あ、わかった、プラスチック、うん、きたー、わ、すげー、あ、10点です、キューじゃあ、あ、ないんだ、あ、じゃあそのまま持ってもらってお酌したいですね、うん、え、はい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 、これ喋れなくなるんだよな、普通に、とばいい、うん、韓国焼酎いっぱいあげました、おめでとうございます、次怖いわ、大志、大志いきます、まあ動画に撮られる人なんですけど、うん、例えば、うん、漁師ってのは全然関係ないですけど、この話題には、うん、漁師の人にひっついて回る人たちをカメラマンで なんですけど、ひっついて回ってそれを撮って映像を公開することを、公開して見てもらうこと、ドキュメント、ドキュメンタリー、そうです、それでは大志くんじゃあ10点、
俺も飲みたい。そういえば飲んでない。まだ盛り上がってないからね。いただきます。じゃあ私製品が詳しくの一覧で載ってるんじゃなくて一つの紙に載ってるパンフレット。すげえ。6点6点いきます、はい、これは早いですよ。携帯電話の暗号番号、うん、パスワード。うわっ、しょうがねえ。大和くん行くか。いただきます。乾杯乾杯乾杯。いつものいつもの感じで言うとね、あのカタカナついてくる。あもう一撃もう一撃ある。楽器です。楽器でよく歌う箱。カラオケのマイクじゃないで盛り上がったらみんなやるやつ。シン、あ、タンバリン。そうです。そうそうそう。1 弱いんだよね。次も弱い。最近だとまだ全然使われてるんですけど、うん、昔交換してた、連絡するねっていう時に交換したもの、うん、10年以上前僕らが子供学生時代の時に交換してた連絡先、番号じゃないやつ、メールアドレス。行きたからな。いきます。はい。湖で漕ぐやや大きい船。カヌー。強くない？強い。今日強い。携帯電話の大きいやつ。タブレット。はい。よく分かったね。今のすごいね。ガンガンいっちゃいましょう。いきますよ。5番。あ、でそこです。あん、ん、ん、え、いや、知れまだ今だいぶやってたよね。ねもう今テロップ出てるから。ねこれみんな来るぞ来るぞ。円盤の、円盤があります、うん、円盤で、入れる再生機。プレイヤーの頭に入れる。円盤は映像の円盤を入れて再生するもの、うん、DVD プレイヤー。そんなことある。おいおいみんな目を合わせないからね。俺の順番。頭でずっと考えてる。映画とかの種類の中で、うんうん、見たくないな。ほら気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪いやつ。え、あ、スプラッター。グロテスク。あー、いきます。この韓国焼酎めっちゃ果実味。果実フルーティー。あー、いい表現。あー、6。玉突き。ビリヤード。おー、よくわかったね。今のめっちゃすごいね。アナグの説明のやつ。あ、プロローグ。きたー。おっしゃ、きたよ。あ、今は3。はいはい。はい、どうぞ。はい、俺の名前がもう時代。大志くんなのよ。むずくずすんだよ、はい、少年よ。馬が、うん、馬に乗っているジョッキーのがここに入っている着るもの。え、ベスト。馬が乗っている、人が馬に乗っている絵が。ポロシャツ。それよく分かったな。ポロじゃない。そう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 。なるほどね、ポロで、あ、
目が合いましたね。目が合いましたね。もう合わせていけない。乾杯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 。野球選手を、すごい才能があるやつを誘う人、うん、スカウト。よいしょー、大志くん。もう、うん、はい、行きましょう、はい、4番来ました。俳句風に五七五で俳句っぽく伝えよう。うん、季語不要、字余り、字足らず OK、まあ、俳句っぽかったらいいってことです、ね、うんうんうん、ね、で、これにプラ…これなんですかね。プラまで言ったけどね。次の言葉はプラス。もう逃げられない。逃げられないね。映像で切り替わっていく次の絵。これはすごい難しいぞ。切り替わる、うん、次の映像、その名前。よしよしよし、大丈夫。次のあれ、うん、カット。映像で次の〇〇取りに行こう。シーンだ。きたー。あ、10点あるんだな。じゃあ、ジャンディ決まって。おかしいでしょ。飲みたいじゃん、めっちゃ。じゃあ、お願いします。音量調整ボリューム。写真投稿、インスタグラムの SNS じゃない、よく使われる言葉の前に使われるハッシュタグ。そうです。うーん、すごく臭いおならをする動物。あ、スカンク。あー、山田だったな、うん、ありがとうございます。いきます。情報社会じゃないですか、うん、自分たちの情報スペースを、うん、ん、入りましたね、今の、うん、情報を貯めておく、うん、ところ。わかったー。ストレージ。ポートフォリオ。サーバー。うーん。どっちだろうね。アンダーさん今5番。はい。はい、どうぞ。バカバカ。いやー、くせって怖いですね。日常だからな。ね。今、強い。もう1。これ俺知らねえな。じゃあちょっと検索してください、うん、これはちょっとじゃあ僕お小水に。お小水、お手洗いで4文字の、うん、聞くか、うん、4文字の聞くかのお花。ヤドネグサ。ヤドネグサ、うん、ガーベラ。はい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 。トマトさんはその花の花の名前を知ってるってことはなんかあるよね。なんもねえよ。なんかあるよね。うるさい。知ってる。結婚をするときに、うん、プロポーズ。女性にプレゼントする指輪の先っちょにくっついて。ダイヤモンド。なるほどね。ブドウ酒の美味しさを伝えるソムリエ。あれ6、7、また11ですね。強いんだよ。手札が。じゃあお願いします、山田君。まあ、まあ、いやいや赤いですね、みんな。まあまあまあ、落ち込んだ時になる状態のこと。ナイーブ。あ、違う、それとまた違うような。ヒステリック。あ、じゃあこう悲しい状態ですね。うわーみたいな。うわー、明日マラソンがあるっていう感じで。何があるって言った。なんだって。
本カタカナか。え？まあ走り続ける競技があって、うん、で、うわ明日かみたいな。ブルー。いやそれの言い方の違い。明日何か発表があるから。すごい緊張するみたいな。まあ緊張するわ。ああ分かった。分かったー。その状態のことを言う。なんだ。緊張する。緊張して。4文字ですよね。そう。俺も回答権ない。そう。そう4文字で山田君が言った最初の言葉にすごい近いんだ。近いんですよ。めちゃくちゃ言葉は。セックス。語彙力なかったんで、はい、俺そんなことそう、そうあなんかセックスって答えると俺が飲むのが一番嫌だよね。よく羊肉の中でも、うんうん、あ羊肉関係ないか、肋骨のスペアリブ、すごいわ、これ分かったのすごいわ。超流れが気持ちいいわ。果物の小さい果物なんですけど、まだちょっといろいろ材料があるんで、うんうんうん、まだ答えないように。オッケー。ん？はい。だいぶ来てるね。だいぶ来てるよ。これ何？いやいやいや、ちょ。いただきます。よいしょ。俺は、うん、あまり食べたことがないちっちゃい実の果物。むず。だいぶ絞られるね。あ、いい材料がありました。うん、中井貴一が CM してた。ミキブルーの。それは商品名だから、あ、プルー、うん、よし、全く分かんなくないこれ、うん、これは難しいね。その俳優さんすら分かんなかった。アンダーさんに5点。はい、どうぞ。はい、はい、名前もう大使徹底、みんな嫌い。大使徹底しなきゃダメなのカード、うん、催し物の手札、催し物の手札、それは読んでいいですよ。陽音即音なしで。え、何それ陽音って。なんかちっちゃいやとかゆとかよ。あ、そんななんだ。そう、即音っていうのがつ、うんうん、がちっちゃいつとか使わずに弾けるトウモロコシ、ポップコーン、オッケーでーす、うん、ちなみにもう韓国人、あれもう辛いじゃない。これはもう黄色い果物お酒。お酒炭酸。じゃあ飲みます。写真を撮るときに炊く光、フラッシュ、はい、いやーす、催し物でお上品に丁寧な言葉と気品のある話し方でお伝えくださいませ。なるほど、はい、お願いします。いきます。これはですね、我が家にもございます。そこに野営道具やガレージ、うん、あー、そうか、そうか、なるほど、5点でございます。4点でございます。5点でございます。それではクソチンポさんお願いします。なお願いしま、いたします。もうカタカナだよね。うん、ひらがなでございます。どちらともってか、決めた。うわー、来たこれ。生魚とサラダが。ん？答えは分かったけど。ヤマト君って多いんだよね。じゃあ、まあ、それ3、5点。5点、僕が5点、ヤマト君も4点で、生魚と、うん、カルパッチョ、そう。いや、ずるい。大事ないよ。
催し行事をするときあるじゃないですか、うん、はい、僕たちも主催をやらせていただいたような会を開くときに、実際に体験をしてもらうこと、あ、アクティビティ、あ、レクリエーション、あー、どうだ、もう2回セットは、実際の体験があるやつ、作ることもある、あ、作るのかな、どっちかというと、ん、あー、分かったかも、ワークショップ、それで、おい、6点、いきます、咳をするときは当て布をしましょう、マスク、手を洗いましょう、もう咳とか、分かったわ、3文字、いや、エチケット、はい、でも6なんだよな、6ですね、有名な人が、うん、何か悪いことをした時に言われること、バッシング、そう、うーん、はーい、じゃあ全然飲んでないもんね、確かにあんま飲んでない、ねえ、じゃあ大志くん、はい、大志くん、ま、回ってきたね今、いやーすごい、レモンサワー効くよやっぱね、え、やばいな、回ってきてるよ、回ってきてるよこれ、ビーンってきてるもん、5パー何度、はい、今、うんってなったダメだ、ダメだよ、もうダメだこれ、うん、いろんな物事に言えることなんですけど、はい、操作すること、ちょうどよく、コントロール、おー、11点止まりましたね、わお、強いんだよ、いや、溜まると溜まるとね、大志くん、大志くんどこ、ここで、はい、やったー、じゃあこの、あと1杯しかないから、それが終わったらこちらのコマ回して終わりましょう、怖いやつ来たよ、怖いやつ、食べ物です、はい、小麦を原料としておりますが、まだまだいろいろちょっと材料があるんで、うんうん、まだまだ言わせてください。作り方は、乳製品の固形の塗ると美味しいやつを多めに入れている、それが最初に来て回す、もう後につける、うん、回すが分かんねえな、小麦製品です、焼き小麦製品、バターローリングサンダー、うへー、うへー、もう待って、もっと普通に言って普通に言って、えやもうその答えやばいもうそれなんだけど、はい、いやもうそれじゃん、そんな言わないじゃん、どういうこと、いやバターローリングしか分かんない俺、いやいや、それもっとキュッと、バターロール、うい、お次の遊戯はこちら、ジェーン、コマ、コマ、なんとですね、こちらこれ前もやったな、ね、まあ、このコマが出した絵柄、そしてこの先っちょが示してる人がなんと飲むんですね、やっていきましょう、この前やって766分の1だっけ、うん、6回連続当たったからね、いきます、ドゥッ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 、ん、これは社長じゃないか社長ですね、はい、どうぞ、しかもちゃんと変わるんだね、どうぞ、イエーイから元気と、社長じゃねえ来てるぞこれ、しかもこちらでございます、社長、こちらでございます、
なさそうだね。いただきます。いいっしょ。いやー、おいしょー。ちょっともう飲みすぎちゃってるから、うん、もう飲みたくない。大丈夫？飲みたくない。あ、飲みたくないです。これが社長だぜ。いや、俺社長でしょ。俺は社長でしょ。どう考えても社長じゃない、これね。ちなみに図柄は葉っぱですね。いや、どうぞ。いらっしゃい。いらっしゃい。あー。いや。素晴らしい。はい。これどう見ても社長だよね。社長だよね。いや怖いなー、このゲーム。あ、言った。社長じゃないこれ。これ社長だよね。外が明るいね。明るいね。パンパン。じゃあいただきます。どうぞ。じゃあいきますよ。これ今いろんないですよね、皆さん。ない。ないですよね。ないです。社長なんだ。ふざけんなよ。怖い。社長、しかもこれ一番でけえやつだからね。一番でかいやつだ。いただきます。お願いします。ちょっとあれ、珍しいよね、社長にパワハラするの。ねえ、頭がいいだね。カタカナがもう、いいだね。全部いくんだよな。はい、どうぞ。伝説の始まり。こいこい。描いていく。社長。社長。止めなきゃ。社長。社長。これすごいよ。図柄は爆弾。あ、もうそういうフォーカスの。え？何？何言ってた今。あ。困ったもんですね。まだまだ。これからです。はい。楽しんでいきましょう。これが社会の縮図ですよ。次はでも僕が回すんで。はい。OK。どうぞ。俺か。全くじゃない。いってらっしゃい。え、社長から。え、社長から。これ、あ、確かにね、これをなくしてば、うん、ほら。いやね、もう社長の下方しか向いてないもん ね、どう見たって。どう見ても。じゃあこれを最後飲んでもろて。よいしょ。社長が。見て。社長なの。これの意味。みんなが幸せになれるように生かしていただきます。ありがとうございます。いやー男ですね。もう逃げられない。天狗よ、天狗。天狗ですね。お疲れ様です。あ、終わるかもしれない。あ、終わらない。終わりー。終わりー。パンパンちょっと待って。いやー、
パンパンって言いました。これにパンパンって言いました。そこのルールは優しいんだね、本当に。あ本当にお疲れ様でした。かわいい。これがヒルズフィールド。たまった。もうやめる。俺らも解散。解散。もう解散だね。散。散。